ミンガラーバー、ミャンマー在住のシュンです。今日はミャンマー最大のショッピングモール、ミャンマープラザに行ってみたいと思います。ヤンゴンに住んでいる外国人であれば必ず1回は行ったことがあるのではないかと思います。ミャンマープラザのオープンは2015年の12月なので、その後もいろいろ新しいショッピングモールはできているんですが、今でも一番人気の高いショッピングセンターだと思います。飲食店の数も豊富ですし、中に入っているスーパー、マーケットプレイスも大きくて、同じ敷地にはオフィスやホテルもあり、今後はレジデンスやサービスアパートもオープンする予定です。それでは見てみましょう。はい、今走っているのは空港とダウンタウンをつなぐ幹線道路です。右側に見える緑はインアーレイクです。日中は暑いのであまり歩いている人はいないです。左側の建築中の建物はセントラルというレジデンスです。こちらもミャンマープラザと同じようにショッピングセンターなどもできる予定です。他にもヤンゴン市内には 2,3 年後に完成する大型施設がいろいろな場所で建築中です。毎年街の景色が変わっていくので楽しいです。はい、正面に見えてきたのがミャンマープラザです。ちなみに左側に見えているのはヤンゴンの5つ星ホテル、セドナホテルになります。ミャンマープラザには大きな地下駐車場があるので、車で来る方に便利です。近くにバス停もあり、空港からシャトルバスも出ているようです。今は平日の午後なんですが、結構車で来ている方が多いみたいです。はい、正面に見えているのがメディアホテルです。こちらの方に宿泊すれば雨の日でも濡れないで、そのまま直通でミャンマープラザの方に行けるのでとても便利です。それでは地下駐車場に入ります。ミャンマーの古いショッピングセンターの駐車場は建物の構造上柱が多くて駐車しづらいところが多いんですが、ここの駐車場は柱があまりなく、一台一台の駐車スペースも広めに取ってあるのでとても止めやすいです。はい、それでは中に入ってみましょう。左側に見えるのはミャンマーのカンボーザ銀行です。この他にも4つほど他の銀行が入っています。まず最初はグランドフロア、日本でいう1階ですね。こちらは化粧品からブランド物のアパレルなどが入ってます。ミャンマープラザは外国人やミャンマーの富裕層をターゲットにしているので、だいたい値段は高めになっています。ブランド物は日本のデパートで買うのと同じぐらいの感覚です。では少しグランドフロアを散歩してみます。中央付近は大きな吹き抜けになっていて、休日や祭日などはイベント会場としても使われて、いろんな催しを開催しています。はい、それでは上の階、1階に行ってみます。日本でいう2階です。こうやって見ていると、最近は本当にロンジーというミャンマーの民族衣装を着ている人が少なくなったなと感じます。若い人はだいたい洋服を着ている人が多いです。私がミャンマーに来た頃、2012年13年の頃は、女性はタナカというミャンマーの化粧品をほっぺたに塗っていたので、白いほっぺたの方が多かったですが、最近はほとんどタナカを塗っている人がいなくなりました。特に若い女性は化粧をしている人が多いみたいです。はい、この階にはマーケットプレイスという高級路線のスーパーが入っています。このマーケットプレイスは他のマーケットプレイスと比べても大きいので品揃えも多くとても便利なので、私もよく利用しに買い物に来ます。赤い提灯のようなものが見えますが、これは撮影したのがチャイニーズニューイヤー旧正月の時期なのでいつもはありません。それではちょっと中に入ってみます。フルーツコーナーも種類が多くて綺麗に並べてあります。やはりローカルのスーパーと比べると少し高級感があるなと感じます。野菜コーナーもいろんな種類が置いてあり、日本人に見慣れた野菜もたくさん置いてあります。ビニールパックに入ったサラダ用のものもありますので、洗わなくて良いのでとても便利です。こういったものがある前はローカルのマーケットで野菜を買うしかなかったので、自炊するのは結構ハードルが高かったです。こちらの玉ねぎ、じゃがいも、人参などは量り売りで購入できますので、ビニール袋に入れて好みの量で買えます。一人暮らしの人でも重宝します。こちらは惣菜コーナーです。お弁当なども売っていますが、1つだいたい1500チャットぐらい、約100円で買えます。高級スーパーなんですが、ミャンマーの食材や惣菜などはかなり安い値段で売っています。鮮魚コーナーです。こちらの方も綺麗にディスプレイされてあって、ミャンマーじゃないというか日本と同じような感じで、とても清潔で綺麗で安心して買い物ができます。こういったものがない頃はやはり市場のホコリやハエがたかっているようなところで魚を買うしかなかったので、やはり自炊には本当にハードルが高かったです。肉のコーナーです。こちらではミャンマー産の牛肉、豚肉、鶏肉が購入できます。ただ牛肉はミャンマー産のものはとても硬いので、もし柔らかい肉を欲しければオーストラリア産なども置いてあります。その代わり値段の方はかなり高くなります。ハムやチーズの種類も多く、乳製品もたくさん種類が置いてあるので困ることはないです。その他調味料もローカルスーパーと比べた場合かなり種類が多いです。こちらでは日本製の味噌やカレールー、だし、お好みソース、いろいろそういったものまで購入できます。こちらは私が知っている中では唯一ショッピングセンターの中でプロテインが買える場所です。サプリメントショップです。種類はあまり多くないんですが、他では買えないのでよく私は利用してます。はい、こんな可愛いケーキなんかも売ってます。スイーツ屋さんも数年前と比べるとかなりレベルアップしてきてます。はい、次は2階の方です。日本でいう3階です。3階には電化製品や雑貨店などが多く入っています。はい、こちらは本屋さんなんですが、こんな感じのおしゃれなお店もあります。ただし扱っているのはミャンマー語と英語の本のみで、日本の本は買えません。こちらはヤングッズというお店です。ミャンマーをモチーフにしたバッグやカバン、小物などを売っています。センスが良くてお土産などに買っていかれる方も多いです。ロック&ロック、こちらはタッパー、お鍋、フライパンなどキッチン周りの小物が買えるショップになってます。ジャパンストア、こちらは日本の100円ショップに置いてある商品が買えるお店になります。ただし値段の方は100円ではなく、だいたい150円ぐらいと少しだけ高めになっています。売っているものは生活用品の小物が多いです。文具、スリッパ、老眼鏡、収納ボックス、タイマー、お椀、茶碗、しゃもじなど結構何でも売ってますので、よく探すと掘り出し物があるかもしれません。はい、最後は3階、日本の4階ですね。こちらのフロアは飲食店が集まるフロアとなっています。どのようなお店があるか見てみましょう。まずはケンタッキーフライドチキン。こちらはオリジナルメニューも多いんですが、セットメニューがだいたい200円300円と日本と比べるとかなり安めの設定になってます。ソラボル、こちらは韓国のちょっと高級な焼肉屋さんといった感じです。前に入ったことはありましたが、結構量が少なくて5000円6000円とかなり高めだったのを覚えてます。はい、お隣はピザ屋さんですね。ミャンマーのダウンタウンにもピザハットが来ましたし、最近ピザ屋さんも種類が増えてきましたね。奥にあるのはフードコート。全体的に価格がリーズナブルなので、お昼時などはミャンマーのお客さんでいっぱいです。私もよく利用させてもらってます。特によく利用しているのは一番奥にあるこのお店、名前がラーメンモンスター。まあ名前の通りラーメン屋なんですけども、だいたい300円弱でラーメンが食べられます。まあお味の方は普通のラーメンといった感じで、お値段にしては十分かなと思ってます。シュエカンホットポット、こちらは鍋屋さんですね。あと韓国系の唐揚げ屋さんやお茶屋さんなども入ってます。はい、だいたいこんな感じです。今日はもう疲れたのでご飯を食べて帰りたいと思います。今日入るお店はアストンズというステーキ屋さん、こちらの方に行ってみます。はい、選んだ理由は一応ダイエットをしているので肉がいいかなと、そういった理由です。お店に入ったのが午後の2時半だったので、お店にお客さんはいませんでした。店員のおすすめのステーキをミディアムレアで注文してみました。味の方は柔らかくて美味しかったんですけども、端っこの5分の1ぐらいのところは硬い筋で食べられなかったので、かなり量的には少なかったです。ちなみにお値段の方はこれで2万チャットぐらい、約1400円ぐらいなので、コスパはあんまり良くなかったです。はい、今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。